爆弾だよ、全国新聞だよ。今日の事件はなんだ。あ、仲良く連れション。思ってたより仲良しか。小田原で北条氏を攻めていた2人が驚きの行動。小田原城の見える高台に並んで連れションをしていたそうだ。どうやら人たらして有名な秀吉が油断した姿を見せて本音で会話しようとしたのだと言われている。話の内容については2人ともノーコメントだって。知りたいような、知りたくないような。次号を待て。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。